皆さんこんにちは。こんにちは。なんか最近肩痛くないですか？いや、首が痛いですね。首が痛い。首が痛い。相当首が痛いですね。全然腕も回らないし、なんかかかしみたいな感じなんですけど、気のせいですかね？気のせいですね。気のせいですか？はい。じゃあそういうことでありがとうございました。はい、じゃあちょっとこちら。はい。はい、こちら2点ですね。はい。じゃあそちら、あ、はい、私から。はい。強化スタビライザーです。はい。はい。三三用ですね。こちらが三三用ですね。こちらが三三用、はい、となります。で、こちらが？で、こちらなんですけれども、まあ、よくもうつけられてる方多いと思いますのと、まあ、見た瞬間分かられる方しかいないと思います。三六用のロアサブフレームですね。はい、ロアサブフレームですね。はい。ではまず順番に説明の方からいきましょうか。はい。まずですね、キャンペーンを行おうと思っております。この2つの製品についてですね。はい、はい。で、こちらの SWK 強化スタビライザーですね。はい。まあ、純正よりも、剛性を上げておりますので、はい、これをお取り付けすることによって、あ、取り替えですね、することによって、ロールを抑えることができます。はい、はい。で、まあ、特にですね、サーキットなんかでお使いになられますと、ハンドル、まあ、ステアリングを入れた時にですね、荷重移動が起きて、まあ、車がロールします。そのロール量を、はい、抑えてくれますので、はい、初期の、まあ、車の動きですね、初期のハンドステアリングを切った時の初期の動きが、よりクイックになります。はい、はい。まあ、曲がり始めがですね、ちょっとより速くなるような感じですね。そうですね、はい、もう走りが変われてるってことですね。そうですね、走りがシャキッとします。はい、はい、というおすすめのパーツでございます。はい、はい。ではこちら2点目ですね。まあ、三六の、ロアサブフレームとなりまして、これ片手で持てるぐらい軽いですね。まあ、ある程度重さはあるんですけれども、こちら、取り付けることによって何が変わるかっていうところなんですけれども、松川さん、はい、これどことどこをつないでるか知ってますか？ラジエーターの、何、下側のサポートと、はい、ロアアームの付け根、前側の付け根ですね。そうですね、はい、すみません、ちょっと名前が出てこなかったですけども、はい。で、純正ではない部分を止めるような形となりますので、かなり剛性アップですね。フロントの、ちょうどラジエーターを支えている部分ですね、とあと、メンバーの、ロアームが付いているボルトというところで締結していますので、フロント側のねじれを防いであげるような、パーツとなっております。で、やはりこう走行シーンですね、まあ、サーキットなどを走っている際というのは、そちらにかなりの荷重がかかります。ですので、まあ、そのねじれというところを防いであげることによって、はい、まあ、そのアライメントの変化であったり、まあ、変化するのとか、ね、ボディ剛性も高めてくれるということですね。はい、はい、というところになってますので、はい、こちらかなりおすすめの商品となります。はい、はい。で、おすすめではございますが、はい、やはり金額的なところも、まあ、キャンペーンということもございます。はい、12月になりましてですね、遠征イベントもございますし、はい、壮行会ですね、もう、予定しております。はい、はい。それに向けてぜひお取り付けいただきたいということで、はい、価格の方をですね、はい、抑えてきております。はい、はい。それでは発表をいたしますが、こちらに用意しております。あ、用意しますね。カンペですね、いわゆる。はい、はい。はい、まず1つ目お願いします。はい、フロントストビライザー、ロンドンソンジャーさん 33S 用、はい、こちら税込み金額、はい、41,250円、はい、ですね。はい、となります。あ、すみません、これ安くなってるんですか？こちらですね、はい、4万円と聞いて高いなと思うかもしれないですけども、はい、こちら工賃半額となっております。あ、工賃半額で、まあ、金額で言えばですね、もう1万、はい、5000円ぐらいは使ってるかなっていうところですね。税込みですね。そう、ただにはしてもらえないんですか、工賃？こちらですね、フロントメンバーを下ろしたりですね、あとアライメントの確認などございますので、そちら、そちらまで含めたら金額ですね、で、半額にさせていただいてますので、こちらご了承いただければと思います。お願いします。はい。で、2点目、HA36S フロントサブフレーム、はい、サブフレーム、はい、私がさっき振り回してたものですね、はい、なんですけれども、こちらが部品代金のみで取り付けをさせていただきます。部品代金のみ？はい。本当ですか？わざとらしい。社長から怒られないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。こちら確認取ってます。松尾の許可をいただいておりますので、はい、しっかりと、はい、で、一応ですね、こちら金額が 37,400円が税込みの金額となりまして、はい、ローサブフレームのみの金額につけるなら、はい、ぜひというところですね、はい、
考えているお客様もですね、いらっしゃると思いますので、はい、ぜひ壮行会前にですね、そうですね、受付をしていただければと思います、はい、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。で、数に限りがあるということでよろしいですかね。はい、初めて聞きましたけれども、そういうことですね。そうですよね、はい、在庫に限りがございます。はい、はい、後ほどですね、テロップで何台限定というのも、はい、すみません、ちょっと動画撮ってる時にまだ考えておりませんでした、はい、まだ在庫数か数えておりませんでしたので、まあ、ではよろしいですかね、もう喋りたいことはないですか、はい、そうですね、他のもう一回ちょっと私ボケ足りないぐらいあったんですけどじゃあもう一回、はい、それでは、はい、それではこの辺りでお別れです。さよなら。